はい、インド専門のサトルです。今日はですね、本のご紹介ということで、先週に引き続きですね、また出ましたナンパ本を、今日もご紹介します。はい、先週、ザ・ゲームという本をご紹介したんですけれども、その続編といいますかね、ワークブックって、よくいろんな本ってありますよね、本編の書籍があって。それをワークブックみたいな形で、こう、薄いムック本みたいな感じでね。まあ、そんな感じのよくありますけども、これも同じような感じで、ザ・ゲームがですね、まあ、理論編だとしたら、このザ・ゲーム30 Days というのは、まあ、実践編という感じですね。30 Days ですので、30日かけてマスターしていきましょうと。ナンパをマスターしていきましょうと。そういう本なんですね。で、先週の、音声ですとかブログでもお話をしたんですけれども、実はですね、私が仙人さん、昔のミスター X ですね、仙人さんのプログラムで勉強をするきっかけとなったのがですね、何を隠そう。伝説のアドバンスマインドというですね、音声プログラムだったんですね。で、これがですね、まあ本当にまあ今考えても面白い商材だったなというふうに思うんですけれども、もう大体何でしょうね、10時間ぐらいかけてですね、仙人さんが、ちょっとまた別の芸名があって、芦原竜也っていうんですけど、芦原竜也として、女性にモテるためにはどうしたらいいかっていうことをですね、かなり熱く語っていくんですね。で、仙人さんのプログラム聞いたことある方はね、わかると思うんですけれども、まあ、一方的に話していくだけじゃなくて、一方的にこう、わーって話すんじゃなくて、こう、生徒さん役っていうんですかね、生徒の人が、まあ、その場にいるわけですよね。で、適宜こう、ちょっと参加してもらうというか、質問をして、答えてもらうとかですね、感想を、授業を受けた感想を言ってもらうとか、そんな感じで進んでいくんですけれども、まあ、面白かったですよね。なんていうか、当時の仙人さん、結構10年前なんで若いんですけれども、その参加している、僕はモテたいですって言って参加しているその生徒の方がよっぽど年上だっていうね、おっさんばっかり集まってるっていうのが結構面白かったなというふうに思うんですよね。で、あとにスウェーデンで録音してるとかですね、結構シュールな感じで面白いんですけれども、まあ、仙人さんのすごいところはですね、そこで終わらないんですよね。それもかなり、相当深い内容ではあったんですけれども、そこで終わらないでですね、さらに深い心理学について、いろいろ詳しく解説をする、バックエンドが続いていったんですね。アドバンスクラブというものがあって、本当に内容の深い話をですね、何ヶ月間かにわたって、確か半年ぐらいですかね、月1回こう、配信されるっていう感じで来たんですよね。いや、この人恐るべしだなっていうふうに今思ったと、そういう思い出があります。で、ちょっと前置きが長くなってますけれども、その当時思ったのはですね、やっぱり人間っていうのはいろんな可能性があるんだなっていうことを思いましたし、女性を、口説くということと、お金を稼ぐっていうことは、深い部分ではつながっているものではないかなというふうに、私はその当時からずっと思っているわけです。さながらですね、宗教と科学は、最終的には同じゴールを目指しているとかですね、まあ、そんな話はありますよね。やっぱり何事も深く深く追求していけば、本当に深いところまで、かなり高いレベルまでですね、到達できるんだというふうに思います。ですのでですね、このナンパ本を紹介するからといってですね、私がふざけてるわけではなくてですね、真面目にやってますよということですね。はい。ちょっと前置きだいぶ長くなりましたが、じゃあこの本ですね。まあちょっとかなり詳しい本なんで、できれば実物をですね、読んでいただきたいなと思います。で、これ30日間にわたって、
ナンパをマスターするためのですね、具体的なエクササイズであるとか、こういう考え方で臨むといいですよっていうですね、授業がずっと続いていくと、そういう本なんですね。で、まあ一例を挙げますと、デイ1ですね、1日目、これやってくれっていう中の一つに、初対面の女性と軽い会話を交わしてくださいと。これも例えば、駅に行って誰かに、例えば時間を聞いてみるであるとか、例えば、そこら辺で歩いていてですね、街で歩いていて、ちょっとすいませんって言って、道を聞いてみたりだとか、そういう軽い会話ですね。それをやってみると。5人にやってみると。これがまあ1日目のミッションと。まあこれもなかなかね、できない人結構多いんですけどね。まあこれくらいできないとしょうがないということですね。で、デイ2。他人の目を見る。ということで、外に出てまた今度女性に話しかけるんですけど、その際にですね、ちょっとまたハードルを少し上げて、女性の目をしっかりと見てくださいということですね。まあ、これも結構大事なことではあります。Day 3、3日目ですね。これ結構大事なんですけれども、ちょっとね、今、これ音声撮ってる私もちょっとやや反省するところはあるんですけれども、明瞭な声ですね。ちゃんとお腹から出ている声で、話さないと、で、ナンパして、はっとか聞き返されるのはね、はっていうか、本当に聞き取れなくて聞き返されるっていうのは、これ、全く話にならないので、それ、もう、ナンパ師としてはですね。まあ、結構、僕もできてないんですけどね、これ。発声練習を、本当に真面目な話ですね。これ、ボイストレーニングとかに通って、しっかりと声が出せる自分になって、ナンパをするぐらいのですね、それぐらいの自己投資が、いるんですね、ナンパには。そこまでしてやるかっていうね、話はあるかもしれませんけどもね。まあ、そういうことです。で、あと、まあ、どんどんこう続いていきまして、デイ7ですね。7日目は、オープナーと呼ばれている、オープナーっていうのは話の、なんて言うんでしょうね。最初に話しかけるきっかけみたいなものですね。オープニングみたいな感じです。で、その内容をしっかりと準備していくっていうのは大事なことなんですね。それをもう、真面目に考えて、行き当たりばったりでやらないということです。意外と真面目なんですよね。ナンパっていうのは真面目に取り組まないと結果は出ないんですよということです。で、30日目までずっと続いていきますという、それがまあこの本の内容です。で、まあ結構、まあ、奥の深い本なんですよね。本当に真面目に取り組んで、本当に真面目に結果出そうと思ったら、やっぱり、結構大変な本だなというのが私の感想ですね。で、あと、まあ、私なりにですね、進化しなきゃいけないなと思ったところはいくつかありまして、まあ、一つは、ファッションですね。服にちゃんとお金をもう少しかけなきゃダメだなっていうこと。それからですね、二つ目にはですね、オープナーですね。先ほどちょっとお話ししましたけれども、これをしっかり準備すると。あと三つ目。職場の人間関係をもっとですね、活発にしていくと。日頃からちゃんと話すっていうことですね。で、あと4つ目はですね、ナンパの現場で、ちょっと断られてすぐ、ああ、ダメだっていうんじゃなくて、もう少し粘ってもいいかなっていうことですね。で、あと5つ目は、ナンパの活動量をもう少し増やした方がいいかなって。まあ、そんなことが私の中の反省点ですね。結構本格的にやってるじゃないかっていうね、感じがあるかもしれませんけれども。はい。で、まあ、トレーニングですね。まあ、せっかく音声聞いてくださってるので、一つ私が考えたトレーニングというのをご紹介したいと思うんですが、それはですね、女性用の下着をデパートに行って買うということですね。これはかなりですね、自分なりにこうプレッシャーに耐える能力とか、女性とのコミュニケーション能力を一気に飛躍的に高めてくれるんですね。これ、なかなかこれできない人いるんですよ、これ。まあ、別に必要ないんですけどね、女性の下着買ってもしょうがないんですけど、ですから、恋人に買うとか、そういう
体でいくわけですよね。うん。これやってみるとですね、実感すると思いますので、ぜひやってみてください。トレーニングのためにやる。実際誰かにあげてもいいと思うんですけどね、これからあげるよって言って、付き合ってる人とか、誰かにあげてもいいと思いますけどね。うん。一応ですね、誤解のないようにしつこく書いておきますけども、デパートに行って普通に売ってるものを買うってことですかね。何かこう、特殊なルートで、変なものを入手しないようにですね、そこは気をつけてください、ということですね。はい。ということでですね、ナンパ本を、なんと2週間にもわたって紹介するというですね、ことをやってみたんですけれども、これはですね、本当にふざけてるわけじゃなくて真面目な話なんですね。ちょっと想像してほしいんですけれども、経済的に成功しましたと。お金はたくさんあります。そして、健康ですと。で、彼女がいません。そのまま、ずっとそのままの状態が続いて、90歳、100歳で死にました。あなたそれで満足ですかっていうことなんです。で、これは本当に真面目な話を私はしているつもりなんですね。自分の子孫を後世に残すことが、これできないと、やっぱりこれってまずくないですかって私は思うわけですよね。そういうわけでですね、日々いろいろやることはありますけれども、実はこのナンパをするとか、女性との関係を構築していくということは、実は人生で一番大事なことなんじゃないかなというふうに私は思っております。はい。ということで今日は本をご紹介いたしました。どうもありがとうございました。